ショートアスマーちゃん、ブルー。今日は皆に紹介したいものがあって戻ってきた。それはこれだ。 SH フィギュアーズスターウォーズエリートプレトリアンガードウィップスタッフとレイ、そして同時購入特典の BB ユニットプレゼントキャンペーン 04BB4。 そんなわけでスターウォーズ最後のジェダイの公開日にこの2つが発売されたわけだが、もちろん買ってみたぞ。今回はこの2つを開けてみよう。まずはプレトリアンガードからだ。そうだ、このブルー様が出演しているマイチャンネルウォーズエピソード4は見てくれたかな。こちらの方にリンクがあるんで、まだ見てないという方は見てみてください。プレトリアンガードは前回のクオリティが良かったからな、今回も楽しみにしているぞ。今回もベッド手首パーツが4つ、そしてこのブレードとブレードが鞭になったものが付属しているな。さらにこの槍も付属していたぞ。ということでこれがエリートプレトリアンガードのウィップスタイルだ。なかなか良い造形じゃないか、かっこいいな。以前紹介したエリートプレトリアンガードダブルブレードとほぼほぼ形は同じだな。頭のデザインがちょっと違うだけだな。では早速この槍を持たせてみようか。はい、そんなわけで槍を持たせてみました。こんな感じでね、ちょっと腰を落として両手持ちもできるので素晴らしいな。素晴らしい、かっこいいじゃないか。で、前回のプレトリアンガードもそうだったんだが、この手の部分が軟質パーツでできて、そのためにこう持たせやすくなってるんだな。最近の SH フィギュアは素晴らしいぞ。続いてレイを開けてみよう。おお、よくできてるじゃないか。こちらが SH フィギュアのレイだ。似てるんじゃないか。いいと思うよこれ。そして腰にはハンソロからもらったブラスターがまだ挟まっているな。他には手首パーツが6つとちょっと怒ったようなお顔、それとカバンだな。あとはライトセーバーの刃が出たものと収まっているもの2つが付属している。ではこちらのセーバーを持たせてみようか。そんなわけでレイにライトセーバーを持たせてみました。なかなか決まってるんじゃないか。こんな感じでポーニングもさせてみたけれども、ただ今回ねちょっと残念だったのが、この左手が非常に外れやすい、こんな感じですぐ取れてしまうんだな。なのでこの両手持ちに関してはかなり制限がある状態です。あんまりやらないだろうけど、右手にライトセーバー、左手にブラスターを持たせるということもできるね。こういうのもまあいいんじゃないか。ではこちらの BB4 も開けていこう。これは基本的にはこの前紹介した BB8 と同じだろうな。そうだな、頭と胴体が分かれている、そして台座パーツがついているな。ということでこれが BB4 だ。これはちゃんと劇中に登場していたな。レジスタンスの船の中に BB8 と横並びでいたと思うので、ぜひチェックしてみてくれ。こんな感じで並んでいたと思うぞ。ちなみにカイロレンのライトセーバーを持たせてみるとこんな感じだ。この姿に関してはネタバレと言われるかもしれないが、実はアメリカ版の予告編で登場しているため、まあ、ネタバレにはカウントしない。こんな感じに2体のエリートプレトリアンガードと並べるとまさに再現できるわけだな。ということで今回はスターウォーズ SH フィギュアズのエリートプレトリアンガード、ウィップスタッフ、そしてレイ、あと BB4 を紹介してみました。みんなスターウォーズ最後のジェダイは見たかな。なかなか楽しい映画だったよね。私はもう3回見たんだけどね、早く4回目が見たい。ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてくれ。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイ。